え皆さん、こんばんは。ダンジョンクロールストーンスープのお時間がやってまいりました。えっ、ー、と、ファイアライメンタリストで、まあ、新しいバージョン0.25になってからの挙動試しつつ降りてきたんだが、今回は装備も十分ということで、あとは脱出するだけとなっております。そしたらね、一旦獣に戻ってさ、アイテム集めてから脱出しましょう。ルーン4つ。 ままあ私なりには頑張った方だと思いますもっとねルーンたくさん取れればいいんだけどなかなかねどうするちょっとパンデモに向いとかおりいや,いやいやダメダメダメクオはこれでクリア勘弁してくれいやーこれちょっともったいねえな行こか行かダメですやめますちゃんと。 ちゃんと脱出することを第一義に考えて降りて降りて脱出します。そしたらいらないアイテムを置いていきましょう。 これアイテム全部持って帰れるんじゃないかアークブレード <laughs> こいつらは全く使えない連中だったなああもう今回はまあ出たね あとあれだな。えっ、ー、と、ファイアレジスタンス。このクロークよく使って。あと、スワンプドラゴンスケース。これを使ってからこれを拾っておこう。みんなもんだな。あと、1個空きがあるが、別にいいな。あ、ハットオブマジックレジスタンス。これを使ったんだったな。よし。じゃあ、これでいいでしょう。そしたらですね、えー、と、ドットの5階に行ってアイテム取って、とっとと脱出しましょう。 なんかパンデモニウムぐらいいけるような気がするんだが無茶はやめましょういけると思った時がダメだからねきっと私の下手なプレイだとダメでしょただまあこうやってルーンを取る取って脱出する分には余裕だということはお見せできたかなと思いますさああとはーオーブランでございます まあ油断しないでいきましょうえここで塩ビしっかり回復してるのを見てから上の階に上がるとここもいいでしょう飯食っときましょうもう確実に倒すのであのアブソリュートゼロを使ってってください で、MP とか HP の回復はこの階段の上でやると。で、モンスターが来次第上に上がってやる。そんな感じでいいと思います。ここに登ってやると。ここも逃げ切りましょう。あ、ダメだった。アブソルートゼロ。うん、これ、もう、あれかもね。 ちょっとパンデモとか試してもいいかもしれなかったけど、まあいいでしょ。もう、もう取ったからダメだよ。行かないよ。行けないしね。なんだこいつら。一回降りて、ここで h 尾回復してな。やべえやつ来たわ。よし、逃げるぞ。こんな感じで、来たらすぐ、やべえモンスターが来たらすぐ逃げれるからね。いやー、今回ほんと助かったね。あの、エレメンタルスタッフが出てくれましたからね。 どどんどん上がっていきましょうはい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 アブソルートゼロをこう決めてやるに決まってるいいすねどんどん上がっていくとお面めんどくせえやつらが来たな。 おリフィザレーションだな速攻で倒せる方法を選んでください。ファイアの魔法効かなかったら、一応絡めてをちゃんと用意してやるっていうことが重要だな。オーボブ・ディストラクションとか、他の属性のまあ今のおぶ物リフィザレーションとかな、そのあたりを覚えてやるといいでしょう。はい。ここだな。 何のんの危険性もなく上がってきたねパンデモディウムデーモンとかも出なかったから、まあ、楽だったねと言って最後に出るのがあれだったりするんだが結構頑張ってくるんだ敵モンスターもおやおやいいねはい脱出しちゃいましょうはい脱出 はい、いやークリアです、えー、この「炎の魔術師エルフプレイ、えー」ベフメットこの同じような組み合わせは2回目のクリアですがまあ前と違うのは最新バージョンでのクリアということでしたまあ改めて言うまでもないんですけれどもねで今回はですね非常にアイテムに恵まれましたこれはあの深いとこうまい人は潜っていけるようなぐらいのアイテムの出だなと思ってます エレメンタルスタッフと錬金棒があればほとんどの体勢は埋まりますその他バックラーオブプロテクションこれは、えー、獲得の巻物これも仕様が変わりましたが、えー、確実にゲットできました、えー、リングメールもこれは小粒だがピリッといいリングメールが出てくれましたし足元はブーツオブランニングでまあ終始、えー、助けられましたあとはですねリングとかもそうなんですが基礎3点能力をゴリゴリ上げていくようなそういうような アイテムに今回は恵まれましたね。リング装備してるの、これですね。3、2、6。こんな感じで基礎3点能力上げてます。で、これ迷ったんですが、N2 本立ているので、アーマークラス4も上がるので、非常に優秀なリングもゲットしてました。もう一個候補だったが、長らく使ってたのがこのリングでしたね。インテリジェンス6上がるリングと。まあ、こんな感じで、あのー、ま、魔法面じゃなく、まず話をすると、 あのもちろんエルフ魔法得意なんですけれどもインテリジェンスを、まあ、天然でもどんどん上がってくんですがアーティファクトとかで補ってやると非常に強く魔法を唱えることができるかなと思いますで魔法の炎症に関しては非常に得意ですからそんなに心配することなくついに上げてってやればいいかなと思っておりますで今回魔法ですけれども、まあ、最後に確認すればよかったなあの魔法のラインナップいろいろ覚えてましたけれどもこれあれかなハイスコアとかで見れるのかなちょっと待ってね 見てみましょうはい、はい、無事にあのクリアいたしましたよかったです7時間ぐらいの旅でしたね私クリアする時大体こんな感じの時間になります、えー、今回はあのー、まあメインのテーマとしては新しい魔法どんな感じかなっていうのを、まあ、多少試せたかなと思いますもちろん他の魔法全部が試しきれてなかったとは思うんですけれども、まあ、攻撃魔法関係で変わったところは、まあ、基本的には見せられたんじゃないかなと思っております えっと、ハイスコアで、この、これか今回。えー、日付が今日だからこれだな。い、え、い、ー、これですね。あー非常に気持ちいい体勢の埋まり方ですね。これは後から見ても、ああ、この旅は良かったなーと思い出せる。いい、いい旅でした。で、魔法のラインナップが、あ、これか。これですね。 忘れた魔法とかも結構あるんですけれども、まあちょっとこの図を元に説明していきましょうか。えー、最初、あれですね、改めましてですが、あの、フォックスファイア、キツネビという新しい魔法が出ましたね。あのー、魔法の通り道をうまく作ってやるということが大事でした。で、コンジュアフレーム。えー、自分の足元にしか発生しないようになったし、敵との間合いから兼ね合いで大体3マスぐらい離れてないとうまく機能しなくなったと。 ただやっぱり動画の中でも見ていただいた通りうまく計算してやれば以前のような足止めしたりとか敵を炎の中でこう歩かせたりとかもできなくはないですが、まあ、着実に弱くはなってますね。で今回改めてあのー、そのコンジャフレームで蓋したりとかっていうプレイがなかなか難しい中で輝いたのがインナーフレームだったなと思います。 あの遠間でベフメットの進行と合わせて遠間でファイヤーボールをインナーフレームにかかってる敵にファイヤーボールを当ててやって遠いところで爆発を起こすとそうすると画面外にも敵にダメージを与えるくらいの非常に遠距離砲を放つことができたとインナーフレームかけた敵を画面キワキワでファイヤーボール打ってやることで非常に超遠距離の攻撃をすることができたと。 敵、見えないところに多分敵がいるだろうな、密集しているデプスとか宝物庫とか、そのあたりでこう役割を発揮する。まあ動画で見せて、見ていただいた通りなんですけれども、画面キワキワで爆弾を作って爆発させる。インナーフレームが非常にパワーアップしてますね。敵にダメージを与え、インナーフレームかかってる敵にダメージを与えると、炎が漏れ出て、敵にダメージを与えることもできるようになってますので。 むしろそのコンジュアフレームよりもインナーフレーム重視にやってやっていくと中盤から後半の初期にかけて非常にいいんじゃないかなと。ファイアボールと非常に安定、あの相性がいいよという感じですね。で、スティッキーフレームは相変わらずと。で、ファイアボールは改めてベフメットとの相性の良さを感じた瞬間でございましたと。あと、イグニッションファイアストームはいつも通りの強さでしたが、あと、ここで言うと、えー、まあ、スペルフォージュサービターとかもよく使ってよ,よかったんだが、えー あれですね。あの、まあ、暮らしがなくなった分、お族物リフィージャレーション、これが割とこう重要性を帯びてくるかなと思っています。フリージングクラウドで雲張ってやって、その中歩かせつつ、お族物リフィージャレーションでため倒してやる。このような局面も結構あったかなと思います。私、ファイアの方が得意なんで、あんまりこの組み合わせ使うタイミングなかったんですが、これ同時に使えますよね。クラウド張っておいて、おく部、おく部って打ってってやっていけばいいわけですね。で、 <laughs> もう笑っちゃうしかないんですけどアブソルートゼロですね。もう一言で言うとエターナルフォースブリザードですね。何回も言ってますけど、相手は死ぬわけです。これはもう接近された時は究極これ打ってやればいいんでしょうね。で、これ今エルフだから簡単に英称できたけれども、きっと他の種族だとかなり厳しいこう制約になるかなと。これを楽々唱えられる種族ってはなかなかいないかもしれません。今回はエルフでやった上に、 えー、インテリジェンスガリガリ上がる装備がたくさん出ましたので簡単に唱えられましたが本当はここまでたどり着くのは意外と困難なのかもしれませんそれが弱点といえば弱点だな永生安定するんだったら非常にいいでしょう例えば全然可能性はあると思うんですよねスタッフ・オブ・エナジー持ちながらインテリジェンスアーティファクトとかで上がってでウィザードリーとかのリングとかで呪文の失敗率を下げてやれば他の種族でもアブソルートゼロは使えると思います そんな感じでしたね。あとは、あのー、アイスの魔法、えーと、なんだっけ名前忘れちゃった。このあたりにあるよね。例えば。ちょっと待ってね。あ、ヘイルストームだな。この、えーと、 スローアイシクルの代わりに出たヘイルストームですとか、あとはどこかな、あのー、壁に氷を張らせるやつ、なんていうやつだっけ忘れちゃった。ないか、このあたり。あ、そこのスターバーストとか、本当はこう覚えておけばよかったな。ビームがブバババって出るらしいんだけど、まあまあまあ、そのうちまた使,い使うというか、 まあ、覚えるタイミングがあるかもしれません。あの、す、え、このスターブラスト、スター、スターバーストは、えっ、ー、と、ファイアボルトの代わりに、えー、出てきた魔法ですね。ちょっと試せばよかったけど、忘れちゃってたね。まあ、いいでしょう。なくても自分でクリアできるので <laughs>、見せた通りなんですが。あとはなんだっけさっきのヘイル、どこだヘイルストームの他に、 あとはアイス魔法であれ出てないっけなんかもう一個あったよねあの壁パリパリってこうあ6魔法だったかアイスの6魔法かあちょっとないねごめんなくて申し訳ないんだけどあのちょっと今見当たらないんだけどあこれだフローズンランパーズランパーツ これですね壁をあのパリパリって凍らせて2マス分凍らせてまあ挙動で言うとスライム穴みたいに敵にまあスライム穴は3のダメージですけれども敵に壁からの冷気のダメージパリパリっていう氷のダメージで継続ダメージを与えるとだからこれはフレージングクラウドとも相性が良さそうですねそんな感じでこう継続ダメージ系の魔法が出ましたよとこれ3魔法なんですねそんな感じで冷気の魔法とかも結構変わってますね そんなあたりも確認できたかなと今クダクダとこう最後やった魔法を私の復習も兼ねて思い出してるんですけれどもまあそんなような感じで魔法がよりこう要するにあれなんですよねビームが単発でポンポン出てくるような感じではなくてそれぞれ色が出て魔法にこう彩りが加えられたよとテクニカルな魔法の挙動になってるよとビームがビッて飛んでって敵にダメージを与えるそれだけじゃない世界になったよっていうところが 大きななな変化なんだろうなっていうふういふに思ってます彩り鮮やかというかこう癖,癖の強いというか,言いか悪い,言い方かもしれないけどね一癖二癖あるような挙動するような魔法が増えていったと単純な直線上のビームじゃないよっていうところが変化なんだなと思いますそれで思い出したんですけどイスケンデルンス・ミスティック・ブラストも非常にいい挙動しましたね5個ぐらいビームが出てノックバックするようになったと非常に敵に囲まれた時に何とかなるようにこう振る舞っていったわけですね振る舞えるようになったわけです でということで、えっ、ー、と、これ最後言って終わろうと思うんですが、0.24時代は、ファイヤーボールまで、ファイアーエレメンタリストを安定させたら、次は、あの、ファイヤー以外の3魔法か4魔法を覚えるといいですよっていうふうに話をしてました。具体的には、ストーンアローとスローアイシュクルとイスケンデルスミスティックブラスト。ところが、今回、スローアイシュクルなくなっちゃったんですが、まあ、ストーンアロー健在なので、ストーンアローは覚えてもいいし、 でイスケンデルスミスティックブラストはちょっと挙動が変わったけれども十分使えますのであのー、ファイアボール以降の、えー、4魔法としていいかなと思いますヘイルストームはね若干挙動が怪しいというかあの距離遠くないといけないのでこれ単発だと若干厳しいかもしれないですけれども距離詰められちゃったらねどうしようもないからねそういう意味だってやっぱりストーンアローかイスケンデルスミスティックブラストをつなぎで覚えてやってその後 フリージングクラウドとかいつも通りのやつにつなげてやっていけばそんなに戦術とかは変わらないかなと思っています。まあ、あとは序盤ね根性フレーム頼りだったところをちょっと苦労するかもしれないですけれどもその辺り根性フレームの,あの挙動さえ覚えればそんなに苦労はしないかなと今までクリアできていた人が全然クリアできなくなるなんてことはないんじゃないかなと思っております。 そんなこんなで、まあ大体説明はいいかな。あまりこんなくどい説明はしなくても、実際動画の中で見ていただいたので、十分かなと思っております。それでは、えー、今日はこれで終わろうと思います。今日もね、見ていただいて本当にありがとうございました。よかった。無事にクリアできました。そして今日は嬉しかったのは、いいアイテムかな。<laughs> もうね、アホみたいに出たね。よかったです。非常によかった。ありがとうございました。それではね、またね、 また証拠りもなく私、あのー、やってきますので、えーと、また新しいものを見ていただければなというふうに、良ければね、見ていただければと思っております。それでは、失礼いたします。